犬律石器時代住居跡犬律石器時代住居跡一犬律石器時代住居跡は長野県東美市、茂野乙にある縄文時代中期から後期の住居跡である。1933年2月28日、国の史跡に指定された文化庁はこの住居跡について次のように解説している。 三方峰の西南独の二十歳にありに直契約五県半逆年縁型の地域を石を持って各市中央にロシアリの王尿、リテ大将不動の鉄平石を指揮来たるところあり南に幅三尺長在約十五尺の石符ありその両側に入り口と人、無壁自石をあり救い機内に多数の縄文土器破片並みに石器を発見せり文化庁1930年 小規模な発掘を行ったところ、縦穴住居跡やロアと、重骨片、土器類、魔性石符、石族などの多数の出土品が発見された。これを受けて、隣接する寺の裏遺跡と合わせて、1933年国の史跡となった。史跡に指定された際、日本最初のものと言われる復元家屋が建てられたが、後に老朽化により崩壊した。 現存する復元家屋は、1988年に、地元住民の協力によって、再復元されたものである。1983年から1984年に、かけて、遺跡範囲確認調査が行われ、文部省が指定した住居跡を中心として、約6万3千平方メートル、小室市にわたる部分まで含めると、約8万平方メートル以上に及ぶ、大遺跡と判明した。 信濃鉄道重野駅から徒歩40分。ありがとうございます。